今日午前、高架市にある学校給食センターで、男性が給食用コンテナの修理作業をしていたところ、コンテナの下敷きとなり、死亡しました。今日午前10時50分ごろ、高架市西部学校給食センターから、人がコンテナの下敷きになっていると、消防に通報がありました。警察によりますと、事故当時、 重さが200キロある給食を入れるためのコンテナが何らかの理由で動き出し、コンテナの修理をしていた男性一人が止めに入ろうとしましたが、コンテナが倒れ、男性はその弾みで下敷きになったということです。この事故でコンテナの下敷きになった高架市高架町の設備業、原口敏郎さん69歳が病院に搬送されましたが、 その後、死亡が確認されました高架市によりますと、西部学校給食センターでは今月11日から学校給食が始まるのを前にメンテナンスが行われていて原口さんは委託を受けてコンテナのキャスターの修理を担当していたということです警察はコンテナが動き出した理由など事故の原因について詳しく調べています 今月9日に投開票が行われる県議会議員選挙への投票を呼びかけようと、今日県内各地で一斉に街頭啓発が行われました。このうち、大津市の JR 石山駅前では、市の選挙推進協議会のメンバーや琵琶湖大津観光大使らが駅の利用者に 投票日が記されたティッシュを手渡し、投票への参加を呼びかけました。県選挙管理委員会によりますと、昨日現在で期日前投票者数は4万8088人となり、前回2019年の県議会議員選挙の同じ時期に比べ、1.3。6倍に増えているということです。できるだけ多くの方にあの選挙に積極的に参加をいただいて。 あのより民意が反映するようなあの選挙結果になればというふうに考えております。県議会議員選挙は今月9日に投開票されます。変わって新型コロナの感染状況です。滋賀県は今日新たに103人の感染が確認されたと発表しました。今日は103人。前の週の同じ曜日に比べ 51人増えていますまた今日は高島市の介護関連事業所で6名が陽性となるクラスター1件が発表されています滋賀大学は今日大津市内で入学式を行いましたまだコロナ禍前と完全に同じとはいきませんが期待を胸に学生たちが新たな生活のスタートです 滋賀大学の入学式は大津市にある美輪湖ホールで行われました今年度は大学と大学院を合わせて961人が入学します滋賀大学では入学式についてコロナ禍のため3年前は中止に一昨年から再開した入学式では学部ごとなどに分ける分散開催の形を取ってきました 今年も新型コロナが感染症法上の5類にまだ移行していないことなどを理由に入学式はきょう1日で3回に分けて行われましたコロナ禍やロシアの軍事侵攻など世界の情勢が変わる中入学した学生たちもその影響を大きく受けてきました学生たちには変化に直面したからこそ大きな可能性とチャンスが開けていると 新生活を前に鼓舞する言葉が送られました世界が未曾有の変化に見舞われる中皆さんが志賀大学で学ぶ中で自分と社会の未来について考え未来を切り開く人材に育ってくれることを願っています滋賀県警察学校ではこの春に採用された警察官の入校式が 今日行われました滋賀県警は4月1日付で警察官59人と一般職員13人の合わせて72人を採用しました今年はおよそ3年ぶりに入校生の家族が見守る中での警察学校入校式となりました式では一人一人の名前が呼ばれ体育館に力強い返事が響いていました 失敗を恐れることなく、何事にも積極的に取り組み、審議対応磨いて、警察職員としての礎を築いていただきたいと思います。また、入校生72人のうち24人が女性で、滋賀県警によると採用人数に対する女性の数は去年よりも増えているということです。警察官への一歩を踏み出した心境は、 小学生の頃から警察官を目指していてで今こうして警察官のスタートラインに立つことができてとても嬉しい気持ちもありすごく身の引き締まる思いです10年ほど前に一応滋賀県警の採用試験を受けさせていただいて実はその時はダメだったんです自分の夢を子供にも叶えてほしいなと思ったのでまあお父さんはちゃんと夢叶えたぜと周囲の人に頼りにされるような 警察官になりたいなと思ってます。<laughs> 入校生らは今後半年から10ヶ月間、警察官として必要な法律や逮捕術などを学びます。滋賀県の今年2月の有効求人倍率は1.17倍と2ヶ月連続で低下したことが分かりました。滋賀労働局のまとめによりますと、 2月の有効求人倍率は、滋賀県は前の月より0.03ポイント下がった1.17倍でした。2ヶ月続けての低下です。滋賀労働局では、県内の雇用情勢は持ち直しているものの、物価の上昇などが雇用に与える影響に引き続き注意する必要があるとしています。なお、全国は、 前の月から0.01ポイント下がった1.34倍、近畿も0.01ポイント下がった1.21倍でした。滋賀は近畿2府4県の中では第五位です。